ボロジノは、ロシア海軍が、日露戦争前に建造した全土級戦艦の、ボロジノ級戦艦の一番艦である。日本海海戦では、バルチック艦隊に配備され、第一戦艦隊に配属されたことで知られる。旬航後、バルチック艦隊に配置され、アフリカ大陸やマラッカ海峡などを経由して、ウラジオストクまで開港を目指すことになる。日本海海戦では、 第一戦隊3番艦として、同型のクニャージス・ボーロフ、インペラートル・アレクサンドル3世に続いて行動し、艦長のセルプラニコフ大佐の指揮のもと戦うが、クニャージス・ボーロフ、インペラートル・アレクサンドル3世が、相次いで、落後、17時半頃には戦闘に立ち共同艦として、艦隊を先導する。この時点ではほとんど損害は受けていなかったが18時以降の放戦で、 集中砲火を浴びた同艦は大損害を、こむりながらもひるむことなく前進し、日本側にいたイギリス艦船部官ペケナム曰く、この艦の県民不罰という気は、例のないものであると評する噴線を見せる。しかし7時20分頃に、突然2回の大爆発を起こし転覆沈没した。公式記録では、戦艦富士の手砲弾が命中したことによるものとされているが、 火災がいずれかの火薬庫に引火したものとも言われている。生存者は、監視ケースメート75ミリ砲の砲手ユシチェンコただ一人であった。証言によれば、持ち場が被弾したので救援を求めに持ち場を離れたが、被弾で行く道が立たれていたので、戻ろうとしたところを転覆したので脱出したという。他にも5人が漂流していたようだが次々と力、突きて沈んでいき、一人残されたユシチェンコが、 たまたま近くを通った日本側の駆逐艦朧に救助された。先方予訓会96にある朧の乗組員であった内藤昭一の記述によれば、神原にある官名を見て朧の名を叫んでいる日本兵がいたために救助したが、それは朧をロシア官邸と勘違いして上官の名前を叫んで救助を求めたユシチェンコであったという。極秘治三十七八年海戦史。 第2部戦記、菅に、先方予訓会級6第2週、第2駆逐隊の敵艦襲撃、内藤昭一、ありがとうございます。